没有这个没了就多少钱没了就少过这就三万你过可没有事三万你过再安心心里过再弟弟たまりまへん熊本でバッテン拍手って飲まないうちらたまりまへん最高やなって言ったら二人の声聞いてからでしょトモキーとユキーの毎週毎週もうこうしてコメント本当ありがとうございます、うん、まあねどうしましょうかどうやろうかもう終わらんよ。あと暑い時間済み。いいよ。今日調子出てるね。今日元気で。今日で三十分も持たなかったら。今日松金くんが。今日や。はいはい。ラジオ弱して感動ダウンやるかここで。十二時無理。むっちゃんが。むっちゃんが。今日は感動ダウンの。年の夜。じゃあの、わたやな、アリスミな、じゃあそろそろ、シミやね。だわた、あの、正規が裏なとんばよ。あれ、ひんぎてえな。とうとうもう我慢ができなくてひんぎてえ。あれよ、あれ終わったやがダメなとさ、今タバコ吸いに行ってるやつだよ。正規がいる。余裕だな。大丈夫やみ。こっちね、あの、ミキサーいないくても大丈夫なの。勝手におるんじゃないか。やだや、この時間が来れば。うん、分からんしかって。あれ、余裕だろうね。あれ、伸ばして伸ばして。伸ばしてぞ。どこまで伸ばすか。じゃあ、伸ばしてことは。じゃあ、産業祭りの何もう一回、そんな青年会。だからこれ、自分時間が分からんから。一応、明日、土曜日はですね、青年会が、昼後ぐらいだと思うんですけど。まあ、適当に。また適当に、はい、太鼓の音を探して餌見てくださいってことで。で日曜日もあのそんなの、子供会のが、あこれは朝10時。朝早いね。すぐじゃないかな。俺は大変そうだ。喧騒で。喧騒で。でもいいな、はい、このオラバタをさこの沖縄の伝統芸能とかに携わってね。うん。すごいよ。やるってことで今回もですねあの本ちゃんテルリン祭4月の16日なんですけど15日にですねちょっとあの。うん子供テルリン祭っていうのを開催しようかなと思いまして今年初めて、うん、今はね子供会の話出たんで、うん、あんてなんでやんのや県内のですねちょっとあの三振してとか頑張ってる小学校まで中学校まで中学校まで高校生からなうちやくてやこれはもう課題曲はもう何でもいいですけどまあねやりたい曲でそう2曲ぐらい披露してもらってですね一応選ぶんだ選んで、選んで、まあもしたくさん来たら選ばんといけないし、うんうん、で あくまでもこれあれや三振でしょ？三振、うん、三振ですね。あのいろんなパフォーマンスまた何なんかピアノとか DJ とか、うん、ラップとかのコラボチでデジャシが、三振、民謡ですね。民謡メインとして、うんうん、まあ一応選曲としてはテリアリンスケのね選曲してもいいと思うんですけど、うん面白い。あもうオールみたいですね。今帰ってきてるつや。慌てて帰ってきたね。もういつも会う親子がいる。いつもありがとうございます。それということですね。今日はあの1時間ちょっと短かったんですけど。でも終わりか。今までで一番たくさんの人たちだったんですね。そうですね。ちょっとすごいね。うん、ちょっと多かったら貸しませんね。大丈夫多い方がいい。あ、歌はね、ズームからね、あんまり、ね、雪にいるわね。とっても少ない時が一番困ってたから、今まで。ということでですね。会話も少ないし。まあ、こんな感じでございますけど、周りにね、ラジオをまだまだ続けていきますので、よろしくお願いいたします。今夜のお相手は、リンケモトカツと、ヒガヨシロ、リンボ、トモキ、ユキ、シュートク、デサ、席も言えるよ。席も言えるだろ。ジャスト。お疲れ様です。お疲れ様です。